垂れ先にドマンとひらを作ります。成人式に向けまして夢とか希望を叶える、そんな感じを、はい、夢に託しましてロマン詩だというのを考案いたしました。はい、今からその作り方をいたします。垂れ先を、はい、中側に折りまして、だいたいこの長さを25センチから8センチぐらいに取りまして、はい、このように折り曲げます。はい、右側の輪が2枚になってますので、そこをだいたい1センチぐらい折ります。はい、そこからここ10センチぐらいの位置のところに手を置きまして、1回2回3回巻きます。はい、巻いたところに、はい、クリップを留めておきます。巻いたこの幅に合わせて、この幅に合わせて下の方5センチのところに、はい、クリップをこのように置きまして、そこを持ちまして、クリップの位置にこの幅に合わせて、はい、2つ、はい、3つ、このように輪が3枚になるように折ります。はい、そうしましたら、はい、この山を3枚押さえて、このクリクリと巻いた部分をこの中心に3つの山の上にこのように移動いたします。はい、移動いたしましたら、はい、ここの上で、はい、ずれないようにクリップをいたします。はい、しっかり持ちまして、はい、この帯の中心、帯幅の中心を同じように巻いた、くるくると巻いた幅に合わせて一つタックを取ります。はい、取りましたら、そこに、はい、裏から親指をこの輪の中に、はい、指をこのように、はい、指が入っておりますので、はい、ここをつかみます。つかみましたら、ここで回転をしてますので直します。はい、この状態にして元に戻しましたら、はい、この延長線を、はい、このように折りまして、はい、端の方を3センチぐらい折りまして、ぐるーっと巻き込みます。はい、この手でしっかり持ちまして、思いっきり上に持ち上げて、はい、ここ巻き込んでいきます。はい、後ろまで。はい、そうしましたら、裏はこのように持っていきますので、少し緩みをつけてここまで、はい、持ちましたら、ここで一度折り返して、はい、しっかりとここ持ちます。はい、クリップを外しまして、はい、ここ少し広げますから、はい、この先の引っ込んだ先を、はい、ここで2センチほど持ち上げます。はい、こんな感じになりましたら、はい、ここにゴムをいたします。はい、ここで、はい、元に戻しまして、はい、このようなひだができましたら、はい、これを3本、はい、全部に挟んで、はい、このように、はい、固定いたします。はい、しっかりと横に向けて、はい、横に開く感じになりますので、はい、残った部分から、ちょっと文庫の形を作りたいと思います。はい、ここで、はい、もう一度開きまして、はい、この中心、はい、ここでこのように測りますと、はい、中心がすぐに分かりますので、あの、この中心で、はい、同じ幅で、はい、このように、はい、耳と輪
がしとって耳が両端に作りましたら、はい、左の方だけ、はい、真ん中にこのようにつけまして、はい、外側から、はい、一本だけを左の方入れます。はい、そうしましたら、はい、このように中心を、はい、上につけまして、はい、ここで、はい、この状態で、はい、枕をします。はい、羽をしっかり押さえて、背中につけましたら、はい、ここで、はい、中心の1枚だけを、はい、このように、はい、上に持ち上げて、はい、羽を、はい、中央に引き寄せますと、はい、帯が下がります。はい、右は1枚だけです。はい、背中に、はい、しっかりつけましたら、はい、手先を、はい、4等分に、はい、軽く開いたまま、先4等分に、はい、ここを折りまして、はい、下にある、はい、2本目の紐に、はい、これをかけて、はい、ここで、はい、右側の軽い部分をこの羽で重み出しまして、でここで半分に折ったまま、はい、羽を上に上げて、はい、ここを床側を枕の上まで持ち上げて、はい、帯幅の中心よりちょっと下がりますが、できるだけ中心になるようにして帯締めをいたします。はい、羽が短い感じの、はい、可愛らしい文庫の形が、はい、できます。はい、このまま自然に膝を、はい、下ろしまして、はい、長さの調整をして、バランスをとります。